はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。ただ翼です。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。今日は何の話かというと 5W1H というフレームを取り上げます。皆さんもよくご存知かなと思う 5W1H、これを普段どんな風に使っているかをご紹介できればなと思っています。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日取り上げるのは 5W1H のフレームです。 5W1H、 皆さんよくご存知かなと思います。 Who、 What、 Why、 When、 Where、 そして How、 これらの頭文字を取って、5W1H と言います。でこの 5W1H は私はすごく使いやすいフレーム、本当に毎日と言っていいと思うんですけれども、よく使っているフレームになります。で改めて 5W1H を取り上げると聞くと、今更というふうに思うかもしれません。もしよかったらですね、こんなふうに使っているよという、汎用的な使い方をご紹介できればなと思っているので、ぜひ最後までお聞きいただければ嬉しいです。はい、では 5W1H の使い方、どんなふうに使っているかなんですけれども、 5W1H の中にも私が特によく使う3つがあるんです。それが Why と What と How です。 Why と What、 そして How、この3つをよく使っています。で例えばなんですけれども、何かお仕事をされるときというのは必ず目的があるかなと思うんですよね。で目的はすごく重要だと思うので、目的を忘れないようにする、常に意識しておきたいと思っている。あるいはこう何か企画をするときにもまずは目的から入るというのを意識するようにしています。そのときに 5W1H の中の目的に当たるのは Y ですよね。したがって、Y から始める、よく Y から始めろというフレーズもある通りですが、 Y をまずは明確にする。そしてなぜやるかの次に何をやるかが What、 そしてそれをどうやるかが How。 この Y、What、How というのはすごく何か情報を整理する、頭の中のこう考えていることを整理するときに使いやすいフレームなんですね。でその後に補足として 5W1H、 残り、Who とかWhen、Where がありますが、この要素も付け加えていくと、こう抜け漏れがなく 5W1H を使うことによってこう見落とすことがなく整理ができるので、すごく本当に使いやすいフレームが 5W1H なんです。で別のところで、じゃあもう一つだけどんなふうな使い方をしているかというと、マーケティングを作るときにもこの 5W1H の要素というのは重宝しています。でマーケティングの戦略を作る方の当てはめたときに 5W1H を何を使うかというと、ここでは私は4つを主に使っています。で4つというのは順番になんですけれども、まず Where、 そして最初のあったような、Who、 What、 How です。でこれを総合して最終的になぜその戦略が重要なのか、なぜその戦略を扱うのかという Why を当てはめるんですけれども、戦略の要素としては Where、 Who、 What、 How、この4つ、これも順番である程度このままなんですけれども、この通りで進めていきます。でもう少しじゃあそれぞれ4つについて何を当てはめるかなんですけれども、マーケティング戦略の Where というのは市場ですね。どの市場に参入するか、あるいはすでにしているかという、まずはマーケティング施策をするこう活動する領域、範囲、戦場、市場はどこか、これが Where に当たります。次の Who は何かというと、その市場にいるターゲットになる顧客は誰かです。Who ですね、誰が、どんな顧客がいて、自分たちは誰をターゲッティングするのか。でターゲット顧客だけではなくて、それに付随して競合プレイヤーもいていきます。大きく見れば Who というのはターゲット顧客と競合プレイヤー、これを合わせて Who を見ていきます。で Where と Who を合わせると、マーケティング活動の前提条件なんですね。どこでマーケティングをするかという Where、 誰に対して誰と争うかの Who、 ターゲット顧客と競合になります。で3つ目の What が、これは狭い意味ではここがマーケティング戦略になります。 Where と Who に対して、じゃあ自分たちは何をするのか、どんなマーケティング戦略をするのか、戦略というのは目的達成のためのやることやらないこと、このリソース配分の指針だと私は捉えています。やることと、そしてそれと同じくらい時には重要な何をやらないか、これの What の観点です。で戦略を決めれば実行に落としていくので、実行プランを作ります。で実行プランというのが How に当たります。戦略という言葉に当てはめると、戦術、これが How ですね。 What という戦略に対して How という戦術に落とし込んでいく、しっかりと実行可能な、実現可能な実行プランに落としていく。何を誰がいつまでに、で何を誰がいつまでにというのにも、5W1H が入っていますよね。何を、 What、 誰が、 Who、 いつまでに、 By、 When、 この、What、 Who、 When が入っています。
まあ、このようにいろいろなこうレイヤーで 5W11 は使えるんですね。最初にご説明したように、Y から始める Why, What, How、 あるいは2番目にお伝えしたようなマーケティング戦略のまず市場 Where、 ターゲット顧客と競合という風、そして何をやるかやらないかの What 戦略に落とし込んで実行プランにしていく How 戦術になります。はい、こんな形で今回は 5W1H の私がよく使うフレームなんですけれども、そのうちのいくつかをご紹介しました。まあ、5W1H 今更使いましょうと言ってもすでに使っているよという方も多いかなと思います。ただ汎用的なので、実はこんなところにも使えるよというのは何か見えてくるかなと思うので、今回の内容が少しでもお仕事でこう参考になった、役に立った、聞いて意味があったなと思ってもらえれば嬉しく思います。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。次回もぜひ聞いてみてください。またチャンネル登録をしてフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひチャンネル登録フォローをよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。